ビルをよじ登る6歳。2020年の東京オリンピックにスポーツクライミングが追加種目となったことで、今人気を集めているのがボルダリング。ボルダリングができる日南市クライミング施設が油津の市街地にあります。ボルダリング教室に参加する3人の兄弟のうち、リードクライミングをするのは成松圭太くん6歳。日南山の会の方からロープや金具などを装着してもらっています。高さ15メートル、最大傾斜は110度ある壁を悠々と登り始めました。スタートちょっと、スタートちょっと、スタートちょっと、途中カメラに向かって手を振る余裕ぶり。5分ほどで一番上までたどり着きました。また来て登りたい。いやー、6歳したもすごいですよね。だから将来はもう、まあ、オリンピック間違いないところかなという気がしますけどね、はい。怖くなったら無理せんでもいいからね。できるとこまででいいよ。怖い。あ、怖い。途中の11メートルぐらいでやめちゃったから怖い。だからすごいと思う。圭太くんは3歳の頃から幼稚園でボルダリングを始めたのがきっかけだそうです。年に3回ある幼稚園での大会では上位の成績を収めました。子どもの家幼稚園の神原先生は、身体能力が高いからですね、そして自分で考えて登る力がありますね。今の調子で練習して、来年4月から小学行きますけど、スポーツジムなんかで訓練していけば、将来楽しみな選手になると思ってますね。圭太くんの今後の夢は、ボルダリングの選手になりたい。ボルダリング楽しいかな。僕自身もあるんですけど、ああ無理だなって思う、その時にもう一頑張りできる、なんかそういうものを今回で、そういう経験を通してなんか自信につなげてもらえたらいいかなと思います。将来が楽しみなボルダリング3兄弟でした。